そこじゃなくて、はい、で上がったっていうことは表面だけじゃなくて地下を流れる水っていうのも当然遮られるわけです。あ、しかもあっちの上がった上に下からこうあの岩盤上がってくるんで、そしたら当然地下水の流れも止まるんで、ここからこうあのこの辺に集まってきた水っていうのは全部これ耐水する。ただ結局そのこう集まってきた水なんで、あの雨が少なかったり暑かったりすると当然その地面を流れる水も少ないし、まあそれに対応して地下水も減るので、まあそういう時期が続くとやっぱり枯れることがある。あの今年はちょっとやっぱり雨がまとまった雨が正直ちょっと少ないので、あやっぱあの普段に比べると水位が低い、相当相当低い。今この下に見えてるこのいっぱいクラックが入ってる土、これ何だと思います？火山灰。火山灰、まあ火山灰というのはまああの普通の土壌なんですけれども、あの水の底に溜まったやつ、でそこにアスファルトあるってことは当然道路があった頃にこんなものはなかった。あの噴火で隆起が起こってこういう水たまりができることによって初めてたまったもので、あの普段だったら水の底にあるものが水があの干上がってるこの時期だからそう見えてる。なんでもしあの今後こうあのこう同じようなタイミングであのここにこう誰か連れてくることがあったら、なんでこれが見えてんだろうって話をちょっとしてあげるといいかな。あの